動いていくのは後ろから神奈川勢で5番の浦野義樹と2番の宮下潤、赤番のホームで中段を通過、さらには前段へと車を進めてきまして残り2周回、赤番刑事を過ぎました。前の3番細沼を抑えた5番の浦野義樹、2番の宮下潤と神奈川勢ですが、後方から1番の桜井が一つ踏んで4番の飯島を連れて先行体制でしょうか、前を切った形、前受けから下げた3番の細沼がさらにその上を行きましてサイドの主導権、細沼阿部と出まして中段確保の地元勢、1番の桜井宏樹サイド後ろに戻されて5番の浦野義樹は5番手です。最終ホームで踏んできました1番の桜井、細沼を叩いて先頭位置へ、地元勢が主導権取りで最終周回に入りました。3番の細沼が今日も叩かれる展開ではありますが3番手確保、6番の阿部康夫が離れて後方からは5番の浦野義樹がまくっていきまして現在は4番手、4番手から3番手、3番手から2番手まで来まして、これに乗っている2番の宮下潤、桜井の先行番手から4番の飯島亮、そしてスピードがついて5番の浦野義樹、内からは3番細沼健二も迫って降臨、わずかに4番の飯島亮が制したか。